何も考えずにぼーっとする時間なんて久しぶりね。でも休むことも大切だわ。全力で走り抜けるためには英気を養わないと。とうとうここまでたどり着いたんだから。ええ、いるわ。入ってきても大丈夫よ。今日はどうしたの？ありがとう。でもこの結果は当然だわ。ずっと練習を重ねてきたんだもの。ええ、一区切りついたから今日はお休み。もちろんそのつもりよ。みんなの強さがあったからこそここまで来られた。コンテストは通過点、本番はこの先のフェスなんだから。みんなを包んでくれるリサの優しさ、自分自身の音を追求し続けるサヨのひたむきさ、臆病な自分を前へと進めるリンコの勇気、私たちの強さを思い出させてくれたアコの純真さ、私たちロゼリアを早く見てほしいわ。ありがとう。ミュージシャンは結果だけを見られるものだから、フェスというステージに立った私だけを見てほしい。尊敬するミュージシャンと同じステージに立った私を同じミュージシャンとして評価してほしいから。ミュージシャンに大切なのは結果、そこに至るまでの努力や悩みは評価の枠から外れるものでしょう。これまでの過程ではなくて残した結果だけを見てほしいの。だから次のフェスにはぜひ来てほしい。そこで私のロゼリアの音楽を見て聴いてほしい。期待していて。ありがとう、お父さん。ごめんなさい、主張していて声に気がつかなかったわ。今聞いていたバンド？いえ、別にファンというわけではないわ。店が推しているようだから聞いてみただけよ。今日は練習もないし、新譜をチェックしに来たの。何か刺激をもらえる曲はないかと思って。ロゼリアが目指していた場所に立つ前に少しでもバンドに還元できることはしておきたいから。優勝おめでとう。ええ、ありがとう。あなたもコンテストで優勝したことを知っているのね。でもまだ目標を達成できたわけじゃないわ。私たちの目標はフューチャーワールドフェスのステージに立つこと。そのステージで納得のいくライブができて初めて私たちが掲げていた目標は達成される。それまではまだ気を抜くわけにはいかないわ。フェスの後？そう、あなたも私たちが目指すものを見失ってしまうんじゃないかと心配しているのね。今はまだ次の目標と呼べるものはないけれど、でもそのことに特に不安はないわ。その先のことはその先の私たちが必ず見つけると信じてる。前回のコンテストから1年、この1年で私たちは弱い自分を乗り越え前だけを見られるようになった。今の私たちならこの先何があっても乗り越えられる。私はロゼリアの5人の未来を信じているわ。だからあなたもしっかり私たちについてきて。